はい、皆様、コグニックスの時間がやってまいりました。おはようございます。ダンサー内藤です。では今回はオーソドックスなパターンをね、してみたいと思いますが、例の上から順番に頭、そして胸は出して腰、膝3箇所ですね、降りてくる、上から順に下に降りてくる。さあ、これの変形ですね。今回はですね、これは初めてのパターンですね。右手、皆様はまあ反対側から見ているのならば左手でも結構ですね。鏡のように鏡面的対象ですね。どちらでもいいです。一応右手で頑張りましょう。右腕2回ずつタッチしましょう。つまり1、2、3、4、5、6ですね。で、左手はいつものように1回ずつ下に降りて、ね、降りる場所がなくなったら上に戻る。右手も一緒ですが2回ずつですね。ではちょっとやってみましょう。いきます。これを1と数えましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。大丈夫でしたでしょうか。これは私コメダで練習しなくてもできました。まあ、ちょっとたくさん今までねしてきましたので慣れたのでしょうか。では皆様一緒にもう一度、もうちょっとゆっくりやってみましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、合ってますね。そして7、8、9、10ですね。11となるとここに来ますね。では